成27年2月4日、徳島県庁にて徳島県国民保護共同頭上訓練が行われました。阿南市にある商業施設ザ・ビッグエクストラ阿南店で発生したテロ事案で多数の死傷者が出たことや、逃走した犯行グループが小松島市と阿南市の境界に近い地域に人質を取って立てこもることを想定しています。主な訓練項目はシナリオを提示しないブラインド訓練の実施、緊急事態発生時の県の初動措置訓練、情報収集・報告・各機関との連携訓練、統括司令室の設置・運営訓練、複数市における事案発生の関係機関との連携、四国4県・鳥取県・関西広域連合との連携訓練、住民広報・報道機関対応訓練です。訓練は防災・危機管理センターなどを使用し、対策本部室や統括司令室、コントローラ室などの各班に分かれて行われました。また阿南市役所・小松島市水道部庁舎でも対策本部が置かれ、訓練が行われました。緊急連絡です。阿南市内で大規模な爆発事案が発生しております。詳細はこれから県警本部から招集します。ザ・ビッグエクストラ阿南店で爆破事案発生。阿南市の商業施設ザ・ビッグエクストラ阿南店において TNT 火薬爆発によるテロにより多数の死傷者が発生しました。阿南市所在のザ・ビッグエクストラ阿南店で大規模な爆発事案が発生しております。改めて報告をして、事例事案の報告をして指示を受けたいと思います。第二事案発生。阿南市内を逃走している犯行グループの一部が中川河岸に停泊中の船により瀬戸内海に向け逃走。それでは13時3分をもちまして緊急事態連絡本部を設置いたします。国民保護事案の可能性がありますので、緊急事態対策準備会議を開催いたします。新たな情報が入り次第報告すること、市民安全課においては警戒体制とし情報収集に努めること、以上。管理対策本部を設置いたしました。13時30分から管理対策本部会議を開催いたしますので、準備の方よろしくお願いします。全てが長ったら今の総展開の中で13時からのお願いであるので、全てが長ったら阿南市から自衛隊の派遣要請、ありました。知事了解済みです。派遣要請をお願いいたします。共栄羽浦店での犯人立てこもり事案発生。逃走していた同一グループが銃器や爆発物を所持したまま人質を取り、共栄羽浦店へ立てこもったため、周辺住民の避難検討が必要となります。立てこもりが発生したため、小松島市の一部地域の避難を検討中です。ただいま、共栄羽浦店、店内からマシンガンによる発砲ありと報告がありました。以上です。はい、ありがとうございます。13時20分から立ち入り禁止規制を行っております。半径100メートル、13時20分から立ち入り規制。はい。それでは、ただいまから危機管理対策本部会議を始めます。現場の報告によれば、爆破による死傷者は100名を超える見込みである、かなり深刻な状況であるとの報告を受けております。これが犯行グループの一部
一部が中川から海上に逃走いたしました。当該グループにつきましては徳島海上保安部が中心に追跡を行っております。本日12時57分阿南市ショッピングセンターザ・ビッグ・エクストラ阿南店におきまして、大規模テロと思われる爆破事案が発生をし、多数の負傷者が出ている模様であります。不審者を見かけたり不審物を発見をしたときには、すぐ県や最寄りの警察署にご連絡をいただきますよう、ご協力をどうぞよろしくお願いを申し上げます。事実関係まず申し上げます。まずザ・ビッグ・エクストラ阿南店、これ阿南市両家町にございます商業施設がございますが、そちらの方で、12時57分に爆破が発生したというところでございます。消防庁から事態認定の連絡がありました。政府は臨時閣議により今回の事案を緊急対処事態と認定します。対策本部体制、行こう、はいはい、緊急対処事態と認定、14時55分、はい、緊急対処事態認定により、阿南市国民保護計画に基づき、迅速な対応ができるよう、十分に協議をしてください。ただいま総務省消防庁より、EM ネットにより、本件今現状の阿南市の事案、事態認定通知を受信いたしました。認定時刻につきましては15時10分です。以上報告をおります。県民の皆様の命を守るべく、住民避難も含め国民保護法に基づく措置を行う必要があります。県民の皆様方の命を守ることを第一念頭に置きまして、適切なタイミングで避難を開始できるように準備を進めているところであります。以上が本件の最新の状況であります。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。緊迫した状況が続いておりまして、ぜひですね、泉知事はじめ徳島の皆さんにも読み切っていただきたいと思います。それでは続きまして、また会議を再開いたします。ご提案等はございましたでしょうか。まず阿南市長さん、いかがでしょうか。はい、こちらは阿南市長の岩佐です。阿南市内ビッグエクストラでの爆破事案に関し、多くの犠牲者が出てしまい誠に残念ですが、関係機関全力を挙げての救出医療活動をしていただいていることに対しまして厚く礼申し上げます。はい、小松島市長の浜田です。現在本市の体制及び状況については、避難対象者に14名の市民が存在しております。12名につきましては公用車による個別避難、2名の要援護者につきましては救急車での搬送を計画しております。新たなテロを未然に防止をするため、必要に応じさらなる体制の強化についてぜひご支援をお願いを申し上げたいと存じます。救援体制についても最大級の支援をお願いいたします。以上よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。市民が安心して生活できるよう全力で対応しておりますが、政府においてもぜひ動揺を抑えるための正確な情報提供について配慮をお願いいたします。以上です。以上で第1回の暴動対策協議会を終了します。ありがとうございました。それではこの会議の終了をしまして、訓練を終了いたします。かなり対処能力が見えるのかトップレベルにあると思っておりますが、続きこの訓練の成果を生かしてトップグループであるんですが、さらに高みを目指していただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうかご参加をいただいた皆様方、またご参加をいただいた皆様方におかれましては、今回のこの訓練、ぜひそれぞれの危機管理体制の構築、さらには強化に大いに役立てていただければ幸いであります。どうか皆様方とともに、昨今では日本も決してテロ事象、
例外ではないということがすでにお分かりのところであります。ぜひこれを身近なものとして、そして現実のものとして我々としては捉え、そしてさらなる行動化を図っていく必要がある。まさに進化する国民保護訓練が求められているところでありますので、皆様方のご協力をいただき、共に頑張っていきたいと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。